どうもみなさん、おはこんばんにちは。麻生です。本日も麻生よしひろの秘密基地に遊びに来ていただき、本当にありがとうございます。今日はですね、撮影用に使っているマイク、まあ以前もしかしたら話したかもしれないんですけど、新しくこちらのマイクを買いました。オーティオテクニカさんの AT9912 という、なんかスターウォーズのドロイドかなんかに出てきそうな感じの名前のマイクを新しく買ったんですけれども、まあ今現在マイクを 全部で4つ使っております。なので、本日はそのマイクの音質チェックというものをね、ちょっとやっていこうと思います。それでは早速いってみよう。はい、というわけで早速やっていこうと思うんですけれども、まず今現在はカメラの内蔵マイクで撮っております。ソニーの RX100M7 というコンパクトデジカメですね、の内蔵マイクで 撮っております、えー、その他に使っているマイクを <coughs> 先に紹介しますねまずはこちら、えー、DJI さんのフレキシブルマイクロフォンというマイクですはいこれ買った順番的には2番目なんですけれどもまあ先日ワイヤレス号を買った時の話でちょっとしたと思うんですけれどもこうコンパクトデジカメに マイクをつけてサイズ感があまりに大きくなりすぎるとコンパクトじゃないじゃんっていう話になるので、まあ、できるだけサイズの小さいカメラということで、えー、こちらのマイク使っております主にそうですね、まあ、外で撮影するときなどは、まあ、このマイクを使うことが非常に多かったです、まあ、以前これもまた紹介したかもしれませんけれどもロードのビデオマイクロです これはもうカメラに挿せばそのまま使えるショットガンマイクで、えー、撮りたい音の方向が決まっている時などには非常に有効なマイクになっております。そして3つ目に買ったマイクが、 こちらも先日紹介いたしましたロードのワイヤレス GO というマイクですねこちらワイヤレスマイクになっております、まあ、公園でワークアウトとかしてる映像でカメラから離れてても音がちゃんと入ってる系のシーンでは主にこれを使っておりますで、まあ、こちらの特徴としてはこっちのマイク側の端子の方にこうマイクをさらにさせる穴がついてましてでここに まあ、本当に昔に買ったピンマイクとかをね、挿して、行動ドを服の中から通せば、まあ、ここで完全に、ね、音を拾うことができるというので <laughs>、まあ、結構重宝しております。そして、今日新しく紹介するのがこちらのオーディオテクニカさんの AT9912 と、この4つのマイクを、 えー、音を比べてまあ、どう違うのかというのをやっていきたいと思いますあ。もちろんこのカメラの内蔵マイクの音も撮っていきます。で今回どのようにまあ音のチェックをしていこうかと思うと、えー、まあ、普通にねどうでしょうかマイクチェックですとかやってもちょっと面白めにかけるかなと思ったのでお久しぶりにちょっとね、えー、カメラに向かって1人で熱唱してみたいと思います。<laughs> はい えー、今回ちょっと歌っていくのはそうですね EXILE、えー、さんのティアモという曲をね歌っていこうと思います <laughs> はいサビのところの、えー、キスをするたびに目を閉じてるのは明日を見たくないからというフレーズを、まあ、それぞれ、まあ、全部で5つですよねカメラの内蔵マイクと、まあ、今こちらで持っているマイク4つ全部聴、えー、き比べてみて、まあ、どう違うのかというのを まあ、チェックしていこうかなと <laughs>、はい、この「ワンフレーズだけです」歌うのはまあ一応ね、えー、抱きしめられるとときめく心はあなたをまだ信じてる声に出さないまま「愛してると叫ぶの」というところまで一応歌いますけど <laughs> 一応歌うんですけど、はい、皆さんが多分お目にするのは「明日を見たくないから」までの予定ですはいでは さっそく行ってみましょう。では、まず RX100M7 の内蔵マイクに向かって歌を歌っていきたいと思います。ワン、ツ、キスをするたびに目を閉じてるのは明日を見たくないから抱きしめられるとときめく心はあなたを 信じてる声に出さないまま愛してると叫ぶのという感じですではマイクチェンジしますはいマイクをチェンジしまして今 DJI さんのフレキシブルマイクロフォンで音声を録音してます <laughs> はいでは歌いますキスをするたびに目を閉じてるのは明日を見たくないから抱きしめられるとときめく心はあなたをまた信じてる 声に出さないまま愛してると叫ぶのという感じですマイクチェンジします <laughs> はい今ロードのビデオマイクロで音声を撮影しておりますではマイクチェック行ってみましょう キスをするたびに目を閉じてるのは明日を見たくないから抱きしめられるとときめく心はあなたをまだ信じてる 声に出さないまま「愛してる」と叫ぶのという感じですマイクチェンジしましょうなんかだんだん何やってんだみたいな <laughs> そんな気持ちになってきましたけどはいマイク変わりました今度はロードの「ワイヤレス GO」ですここにクリップ

抱きしめられるとときめく心はあなたをまた信じてる声に出さないまま愛してると叫ぶの」という感じになります。ででは最後ですね はい。というわけで、最後のマイクです。オーディオテクニカさんの AT9912 というマイクで、今、音声を収録しています。では、最後に、え最後の一回、歌っていきたいと思います。ワン、ツー。キスをするたびに、目を閉じてるのは、明日を見たくないから。 抱きしめられると、ときめく心は、あなたをまだ信じてる。声に出さないまま、愛してると叫ぶの。という感じです。全部の。 マイクでの音声吹き込みが終わりましたので、まあ、実際に自分の耳で聞いてみたいと思います。はいというわけで一通り音声取ってみましたけれどもどうでしたでしょうかこちらの方で、まあ、ちょっと聞き比べをした感じだとというか今このマイク何のマイク使ってるか分かります結局僕の中で一番気に入ったマイクを今ここで使ってるんですけど。 まあ結果的に一番気に入ったのはロードのビデオマイクロが一番気に入りましたね。まあ、やっぱりこう何て言ったらいいのかなこう喋ってたりとか、まあ、歌ってたりとかしてる声に、まあ、変なこう反響音とかもなくこうしっかりとマイクに音が届いているという点で、まあ、やっぱり一番鮮明だなと。はい 結局一番最初に買ったマイクが一番鮮明だったっていう感じだったんですけどあのー、ワイヤレス Go に関しては、まあ、やっぱりワイヤレスでこう音声が飛んでいるのでまあこういうねアナログ式のそのままマイクジャックとかにこう刺すようなものよりかは音質としてはちょっとまあ劣るのかなと。なのでで、まあ、本当に外で話したり、 とかまあ自分自身がカメラからすごい離れたところで使う分にはいいですけれども、まあ、あんまりこのマイクに頼りすぎるのは音質的には良くないのかなと思いましたでこの RX100M7 の内蔵マイクに関してはえー、個人的には2番目ぐらいにこのビデオマイクロで撮った音の2番目くらいに、まあ、いい音だったなと思います。 まあ若干ちょっと反響音をね拾ってしまうというかまあそういうところがありましたけどあとはこうカメラの内蔵マイク自体の感度がすごい高いので、まあ、外でちょっとでも風が吹くとねこうちょっと風の音がボーボーボー,ボー入ってしまうので、まあ、そちらの対策をすれば、まあ、この内蔵カメラだけでもまあ十分に使えるのかなとただネックとしては確か。 他の方もやってるんですけどその風防要は風切り音が入らないような対策をするとストロボが炊けなくなるんですよねフラッシュが使えなくなるそうするとまあもう写真はまあ一切撮らないつもりで使っていかないといけないという <laughs> まあそういったデメリットがあったりとかしますで DJI さんのフレキシブルマイクとオーディオテクニカのマイクに関してはまあ 音質的には似たような感じなのかなと思うんですけれどもオーディオテクニカのマイクの方がまあよりこう何て言ったらいいのかなえと高い音を拾いやすい高い音を拾いやすいのでちょっと部屋の音をねこう拾ってしまいやすいこうサーとかいう音まあホワイトノイズって言うんですけどそういう音をちょっと拾ってしまいやすいのでまあやっぱり使うなら外かなと。 うん、音の食感としてはまあそんなに嫌いではない感じ、まあ、ただ DJI のフレキシブルマイクの方が、まあ、低い音は取りやすくていいかなという <laughs> 感じだったんで <laughs> 何のためにこの新しいマイク買ったんだっていう感じなんですけど <laughs> まあこの新しいマイクに関してはねこう向きを調節できるので、まあ、取りたい方に向けやすいということで、まあ、環境音要は 音ですよね。川の流れる音とか、まあ、海の音とかそういう音とかは、まあ、すごいコンパクトに取りやすいということでまあ基本的に、まあ、こういうね部屋取りで喋って使っていく時にはロードのビデオマイクロか RX100M7 の、まあ、内蔵マイクのどちらかでやっていこうと思います。はい、というわけで検証にお付き合いいただきましてありがとうございました。ようやく、 僕もあのマイクをね買いあさるというのを、まあ、最近結構やってしまっていたのでこれで自分の中でもはっきり、うん、マイクの運用が <laughs> 決まっていきそうです。というわけで今回はこの辺で最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。